地球にはですね、まあ、人類を不幸にしようという悪魔的な知恵もね、まあ、あると思うんだけど、まあ、実は天使の知恵はそれより深いですよ。なので歴史の流れをつぶさに検討すると、まあ、決して悪い方には行ってないと僕は解釈してます。最終的には悪と悪が激突するんですよね。それでしか平和になりません。残念ながらこの地球というのは人間力学というのが支配してまして、それは衝突によって学ぶというこういう文明ですよね。地球はね、なかなか最初から平和にはならないという、まあ、近年パラレルワールドという言葉がね、いろいろ言われてますが、まあ、これは1957年、まだ物理学の大学院生だったエベレットという若者がですね、一つの論文の中で実は現実に起きている世界以外に、もう少し違う可能性を秘めた、まあ、宇宙があるんじゃないかというようなことをですね、論文の中で言ったわけですよ。現在ではこのパラレルワールドっていうのはですね、そのもしかしたら違う現実が存在して、そしてそれをですね、人間の意識で選択できるというふうに言ってます。これは完全に量子力学の概念ですね。それまではニュートン力学というのがあってですね、例えば高い山から石がコロコロと落ちたら麓に行くとすごい運動エネルギーを発揮します。この運動エネルギーっていうのは、まあ、ほぼ間違いなく衝突を起こすわけ。自分以外のものに衝突を起こす。で、衝突を起こして自分も変化するし相手も変化する。自分も傷つき相手も傷つきますよね。衝突ってことは傷つくってことで、傷ついた後でいい方に変化すればその衝突という現象は良かったと。良い方に行けばですね、もちろん悪い方に行く場合もある。とこれは、まあ、そもそもですね、高い山の上にあって位置エネルギーを持ってたと。これが運動エネルギーに変化したと。この2つの量が保存するというのがニュートン力学。そして大きな特徴はですね、衝突。衝突を通してお互いに、まあ、進化向上していくと。で、もし衝突がなかったら事態はそのままで終わっちゃう。これを慣性の法則という。止まってる石は外力が働かない限りは何にもしない。何にも変化がない。これ慣性の法則。なのでこの慣性の法則に従うと歴史っていうのは変わりようがないですね。そこで衝突というのが起きると。残念ながら、地球はまだこのニュートン力学のレベルであります。この一番最たる例が戦争という世界戦争というこういうものですね、まあ、こういうことでニュートン力学で、推移していった。その後ですね、量子力学というミクロの世界が、まあ、研究されましてですね、でこの中で先ほど申し上げましたエベレットという人はですね、まあ、初めて多世界解釈、どういうことかというと、例えばここに物体が、ここにこっちの方向から物体がこう斜めに飛んできますと、だいたい運動量保存の法則からいくと平行にこっちの方向に動くだろうということが計算できますね。ところが時たまですね、予想外のことが起きる。粒子の世界、細かい粒子の世界でこっち行ったりこっち行ったりすると、この予想もつかない変化を起こすわけで、これは粒子の世界の話なんだけど、人間に置き換えるとね、人の行動ですね、まあ、これは私の考えなんだけど、まあ、大きく分けると3種類あるかなと。一つは危険回避です。危険回避で、一つは順応です。それからもう一つは機会獲得ですね。だから何か起きた時に言われた通りに動く順応タイプと、危険を回避するためにどうしたらいいかと考えるタイプと、ちょっとでもいい目に出会いたい、機会を獲得すると、この一人 の人間の心の中でこの3通りの、まあ、反応が生じますね、はい。でもし人が言われたことだけやるという順応しかしないのであれば、これはこういう多世界解釈なんか起きようがないです。今の例でいくと
粒子がこっちの方向からぶつかってきたら、運動量を保存の法則化するとこっち行くしかないんです。だからこっちにぶつかってきて、同じように平行的に反対側に飛んでったらですね、これは素粒子は順応行動を起こしたということになります。ところが違う方向に行くってどういうことかというと、これは危険を回避するか、あるいは機会を獲得するために素粒子が動いているというふうに理解できます。まあそういうふうに素粒子論ってもっと難しいんだけど、人間の生活に置き換えると、危険を避けるためにあえて違うことをする、もっといい機会を獲得するためにあえて違うところに行く、したがってまだこの地上世界はニュートン力学は主たる、原理になってますけれども、もしかしたらもっと違う世界を築こうとしたら心の中でシミュレーションする必要があるよね。こうやったらどういうことが起きるか、こうやったら何が起きるかっていうですね、シミュレーション能力というのが今世界中の指導者に求められてるわけですよ。そうなると最悪の事態も最良の事態も両方とも幅広く考える必要がある。なので、まあ、従来のプラス思考とかその引き寄せの法則だけでは限界があるんですよ。なぜかというと、どっちかというと最良の結果を求めちゃう。プラスのことだけ考えればプラスが起きるというふうに単純にはできてないんです。実際はどんでん返しが起きたりするんですね。どうしてかというと、この世は進化向上するためにある。進化向上するためにあるということは、苦悩を喜びに変えるという働きが人間にはあると。これは人間だけじゃない。全部の生物にある。プラスチックを分解する、細菌も最近発見されてるわけ。人間というのはですね、苦しいものを楽しみに変える、喜びに変えるということです。きっと神様の頭の中には、プラスもマイナスも、その、区別がないんだろうと思うんですね。プラスもなければマイナスもないというのが、多分、世界観です。まあ、そういう点でいくとね、まあ、仏教が言う中立とかね、中庸という言葉が一番真理をついてるかな、ということです。あるいはインドのその数学者が発見したゼロの思想ですね。プラスマイナスゼロであると、こっちも見るしこっちも見る、これ全体を見ることを超プラス思考と言うんです。まあ普段からですね、大きいところまで大きい距離、それから大きい時間まで。ところが人間というのはね、この小さな人生経験で1年後、2年後、3年後ってね、読めるわけないんですよ。地球の外で何が起きてるか読めるわけないんですよね。どうしたらいいかということで、そのために神が作った仕組みがあってですね、視野を広げるために作った神の法則ってのがあるんです。これはフラクタル理論、フラクタル、あるいは相似現象と言います。相似、日本人はこれが長けてるんです。小さな現象から大きなものを予測。我が国にはですね、この大祓いの言葉ってあるんですね。でこの大祓いの言葉っていうのを読むと、これ非常に面白いんだけど、国づくりをする過程で荒ぶる神がどうしても登場してくるんです。だからこの人にしてもその神様にしても荒ぶる存在っていうのはどうしても創造の過程の中で生まれざるを得なかったということなんですね。でこれは先ほど申し上げたように、この地球が衝突の文明だからなんです。で衝突を繰り返すってことは波動が荒々しいんです。そして、この荒ぶる神たちが放った邪気というのがあるよと、この邪気を払うための言葉が大祓いの言葉ですね。風の力と水の力を用いて悪いことが起きないようにあらかじめ払うことができたんですよ。よく考えると火の力とか金属の力を用いて相手を変えていくという方法も考えられるんだけど、古神道といいますか神道の中にはですね、相手を変えるという発想がないんですよ。そのまま風で吹き飛ばしたり水に流すという方法、これを取ってるわけなんですね。ここ面白いなと思うんですね。したがって私たちはですね、ここで深くね、日本民族に伝わる知恵、これを思い出す必要があるんですね。水に流すっていうのはどういうことなんだろうと。それは
無反応であれと、じーっとですね、流れ去っていくのを待つという。嵐が過ぎていくのを待つという。嵐と戦うんではなくて、嵐が過ぎ去るのを待つんだ。待つということは結局、反応してはいけない。反応するっていうことは、相手と同じ波動を出すことになる。だから今私たちに必要なのは、何とかしようとすることではなくて、何とかしようとする気持ちを捨てた方がうまくいくと。これが一番、心が落ち着く道であろうと思うんですね。日本人というのは徹底的に叩き潰すよりも心の平安というのを求めると思うんです。自制心が働きますね。その自制心というのは安らぎを求めてますよね。日本人の最大の強みっていうのは、まあ、この辺にあるんじゃないかなと思うんです。今申し上げましたにですね、あの古神道とか神道ですね、このやり返すんじゃなくてじーっとやり過ごしていく、この人生観というか、それによって古代人はですね災難を防いできたんです。それによって、途絶えることなくこの日本民族がこの生活できているわけなんですよ。だから日本民族の強さっていうのはですね、目先の戦争に勝つよりもどっちがなあの長続きするかという方向に意識が働いてるんです。今負けたとしても子孫が滅びることなくずっと続いていくのはどっちの生き方かということなんですね。そうやって考えますとですね、こう脳からはいろんなホルモンが出てますね、ドーパミン、ワクワクする、ノルアドレナリン、火事場のバカ力、セロトニンというのはまあ元気にしていく、ストレスフリーにしていく、テストステロン、これはまあ男性に多いですね、これはやる気満々、それからベータエンドルフィン、これはこの有酸素運動をやった時に出ますね、これは限界突破。では他にどんなホルモンがあるかというと、つながりを大事にしていくオキシトシンというのがあります。これ愛情ホルモン、これによってですね、その心の平安を保っていく、そして争いを鎮めていく。ところが日本民族の本当の強さって何かっていうと、その奥にあるんじゃないかなと思うんですね。それは何のためにこの日本列島が海の中にポツンと3000万年前にユーラシア大陸から分かれたんですね。で、3000万年以上前はこのユーラシア大陸の一部だったんです。で、その時はですね、この太平洋にあったのはイザナギプレートというね、一枚の大きなプレートだったんですね。で、そのイザナギプレートがですね、ガンガンユーラシア大陸にぶつかっていって傷ができたんです。傷がですね、真横に傷ができたんです。その真横に傷ができた、ものがですね、中央構造線といってですね、大分とか四国とか名古屋あたりこう真横に通ってますね、それがもう一つと、それからフォッサマグナというのもありますね。これで長野県あたりでこの縦糸と横糸がつながって十字架になってますよね、つまりこの日本列島がそのユーラシア大陸から分離する、遥か以前からこの日本列島はですね、傷を負ってるんですよ、傷を、世界でも類まれなぐらいもう大陸が傷を持ってそのまま誕生してきたんです。だから無意識のうちに私たちは傷を知ってるんですよ。傷つくことを知ってるんです。敗北を知ってるんです、絶望を知ってるんですよ。苦しみを知ってるんです。その中で国づくりっていうか、日本列島がですね、この3000万年前にユーラシア大陸から分かれた、ユーラシア大陸は私たちに大きな傷を与えたんです、そして1500万年前に日本列島がですね、まあ、元が形成されていったと。そうすると孤独から出発したんです、日本は今ですね、本当にこの弧の形をしてますね。だから日本というのはね、孤独の島なんです。孤独の島で、何のために大陸から離れてこの孤独の島で魂が修行してるかというと、もちろん人と人とのつながりも大事だったんだけど、それよりももっと重要なことはですね、孤独を力に変えられるんですよ、孤独を、人間っていうか人間の魂には孤独を力に変える働きがあるんです。日本人はね、この苦痛、孤独の苦痛をですね、この悟りというか、このひらめきというか、生きる力に
変えてきたんじゃないか。これ、まあ、脳内ホルモンでいうと、まあ、タキキニンというねホルモンがあってですね、タキキニンとこのオキシトシンというのは全く違う働きで、オキシトシンというのは他とのつながりを求めていくんだけど、タキキニンと今度は自分の中に埋没していくんですよ。自分の中に埋没して本当の自分自身とつながっていくんです。人とのつながりが絶たれた時にどうするんだ、生きていけないぞという絶望の中で、実はね脳の中で別のホルモンが誕生していくんですよね。これがタキキニンという脳内ホルモン。これは、孤独の中でその孤独をバネにする、ホルモンなんですよ。おそらくね、まあ測定したことはないんですけど、数ある民族の中でこの日本人というのはですね、このホルモンがめちゃめちゃ多いんではないかなと思うんです。人は内側に光を見出す、日本人は内側に光を見出すんですよ。孤独の最中に髪を見るんですよね。まさに文豪ゲーテが言ってますよね。外に光があるときはこれを外に求めなさい、外に光がないときは内に光を求めると、まあっていうなことをまあ言ってます。確か似たような言葉はカントも言ってますよね。一生を通じて、尊敬できるものは天の星と自分の中の道徳律、良心である。きっと今私たちに必要な日本人のアイデンティティのというのはですね、孤独を力に変えていく、見捨てられたと感じた時に自分の内なる本当の自分と手をつなぐ、この瞬間にね人生がガラッと変わるんではないかなと。今こそ孤独の哲学、絶望の哲学、この絶望の中から蘇る力というのはですね、日本人にはですね、類まれなくらいあるんですよ。それから私の父は被爆者なんですけども、原子爆弾が落ちて瓦礫の山のになった時に、そこからどうやって希望を持って立ち上がるかというとですね、自分の内側に答えが見つけるしかなかったんですよ。自分の内側にあるそのささやき、これを頼りとして立ち上がったわけなんですよ。人間にはね計り知れない力があるんだと。今私たちは孤独の中で一人一人が壁に向かって禅を組んでるようなもんですよ。一人一人が自分の中に答えを見出すしかない。相手に求めたり、相手に強制しようとしたり、相手にこうなってほしいという時代がもう終わったんですよ。この2022年以降は、それではこの私たちは生きていくことができないんです。東西のドイツの壁、ベルリンの壁は破れましたが、神と人間を引き裂いている壁はまだ破れてないんですよ。それは孤独の門をですね、何度も叩くことによってしか開かれることができないんですよ。この孤独と絶望の中から必ずや未来が開く。だから憎しみが多ければ多いほど、闇が深ければ深いほど、その反面愛してほしいと思ってるわけだから、愛に飢えてますよね。その愛を満たすものは何であるのか、それは一人一人が自分の中で作っていく。外に向かって求めても資源を枯渇するんです。相手に求めるんじゃなくて自分の中を湧き出す力がある。それがその日本民族の素晴らしさであろうと。この私から見ると混沌に満ちたこの世界情勢の中から、人類は本当のことを知る、本当のことに気がつくということで、その時はですね、このお笑いの言葉の背景にあるのはタキキニンとオキシトシンという2つのものであって、特に今このタキキニンというか孤独を力に変える、力、絶望を希望に変える力、憎しみの真反対にあるのは愛であって、物理学では正エネルギー粒子が生まれたら必ず負エネルギー粒子が生まれる。ならば憎しみとともに愛が生まれているはずなんです。その愛に働きかけることによって世界が変わるというふうに申し上げて、私の話を終わらせていただきます。